はい、こんにちは、斉藤雅人です。今日はですね、ジェイク島向さんの一期一会、名曲ですね。この曲を、解説していきたいと思います。この曲ですね、僕ジェイクさんの実はオフィシャルのレコーディングのやつって聞いたことないかもしれないです。ユキサオリさんとのやつはね、ボーナストラックとかでね聞いたことあるんですけども、なんかライブとかではねよく聞くんですけども、まあライブだとなんか毎回ちょっと演奏違うじゃないですか。なので今回はですね、こちら名戸山亮さんのですね、プレイヤーズセレクションの、18ページ、一期一会、これすごく分かりやすくなんかギュッとまとめて、なんか編集してくださったような感じなので、こちら楽譜も分かりやすいと思いますし、こちらをね使わせていただければと思います。名戸山さんのプレイヤーズセレクションね、皆さんも多分結構ね お持ちだと思いますし、なんか山の楽器とかのね売り上げずっと見てると、なんか ずいぶん長いことね売り上げ1位の楽譜になった、非常に売れた楽譜なんじゃないかなと思います。楽譜ねちょっとこう解釈のね違いで、ちょっとこういうふうどういうふうに読むのか分かんないとか、どういうふうに弾いたらいいか分かんないっていうところね、部分あると思うので、そこも含めてねご説明していきたいと思います。はい、というわけで、じゃあね最初のシーンですね、ここですね。はい、こんな感じで繰り返していきます。まずなんですけども、この曲すごいしっとり系のバラードじゃないですか。なので和音を弾くとき、まあ、この曲全部もうほとんど親指1本で、弾いていきます。弾くんですが、コードをジャラーンとかですね2音以上こう弾くときに、ちょっとこうジャーンってこういっぺんに弾くんじゃなくて、ゆっくり、なるべくゆっくり弾いていきたいんです。でこれゆっくりどうやって弾くかというと、まあ、1本ずつこう下の弦にドン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 というふうに下の弦にこう落としていくような感じですね。で、手首で下ろしてください。指先だけでパンパンパンってね弾くんじゃなくて、一応一応心を込めて、指先に魂込めてですね、なるべく指まっすぐ立ててください。弦に対してまっすぐで、サウンドホール付近がいいです。こうさ上の方でねこんな感じでね弾く方多いと思います。これ力抜いてねすごく弾きやすくていいと思うんですけど、こっちの方でちょっとま、音が丸くなりすぎちゃって、だからボヨンボヨンした感じになっちゃうんですよね。ソロウクレレの時ってやっぱりメロディーの音とかをしっかりはっきり出したいので、ちょっとこうエッジの効いた方が良かったりするんですよね。もちろん使いどころによってなんですけども、サウンドホール付近でね弾くとしっかり音が硬くなっていいと思います。全然ね全然音違うと思いますので、まあ大体サウンドホール付近です。で親指まっすぐですね、はい、90度の角度でこう斜めとかじゃなくて90度なるといいと思いますけど、結構手首きついので慣れるまでちょっと痛めないようにこうねストレッチしながらやってみてください。まあ、ちょっとぐらいね斜めになっちゃってもいいと思いますけども、だいたいここら辺かなっていう感じです。はい、で最初 G のコードをね押さえてください。1弦2フレット2弦3フレット薬指で、3弦は人差し指で、2フレットですね。はい、で1弦2フレットは中指なんですけども、これをですね最初離しておいてください。これの中指だけ離す。で3弦2フレット弾いたら、全部まず中指ね離した状態でゆっくり上から手首でねこう下ろしていきます。
はい、なるべく全部の弦にね、指の親指の角度が均等に当たるようにしてください。こういう風に、ね、なったりし、ね、せずにここし、ね、第一関節まで押さえてこうグッと持たないで第一関節揃えてもらって、下にゆっくり手首で下ろします。親指実は動いてないの分かりますか。手首を下ろすことによって親指が当たり位置変わる。親指は動かしてないです。で、そうすると0230、一弦開放弦になりますよね。で、開放弦鳴らしてもらって、鳴らし終わった後に中指を一弦の2フェットにこう叩きつけるんです。これハンマリングって言います。ハンマリングに関してはね、詳しくはあの別の動画でやってますので、そちらでぜひご確認ください。ただこれはコードを押さえながらの1本だけハンマリング、はい、これ、ね、G のコードもね、最初難しい方ねいらっしゃるかもしれませんが、薬指やっぱりねしっかり立てるのがポイントですね。親指はちょっと下の方に持ってきてください。上に握り込んじゃうと多分こうね、あの中指全然動きにくくなっちゃってきつくなったり、薬指が下の弦に当たっちゃったり、一弦に当たっちゃったりしやすいんで、親指ちょっと下の方に持ってきてください。で、中指を叩きつけて、でこれで G の完成です。大丈夫かな、はい、これで一弦開放弦の音から H ってね書いてありますね。中指でハンマリングしてください。はい、でこの楽譜だと親指でゆっくり一歩ずつ、で次中指以外の指を離して全部開放弦、一弦2フレットですね。そのまま薬指3フレット全部離して開放弦1弦で、3フレット薬指でで220、はい、4弦は押さえなくていいと思います。これまあ、ロー G の方とかあったらね別ですけども、まあ、押さえてもいいですけども、なくてもいいんで、ここら辺付近この、リハーサルマーク A の2小節目3小節目の4弦は、省略する方向でいいと思います。すごくその方が弾きやすくなりますので、なのでここのね2220、4弦から2220のやつも、4弦無視して人差し指と中指でね2弦と3弦の2フレットを押さえて1弦開放弦で、親指も3本だけ弾けばいいですから、4弦弾かないようにしてください。3弦から下をトロロ、はい、というふうになっていきます。はい、でここですね、最初ハンマリングした後、本物のジークさんはこう、こんな感じで入るんですよ。ちょんちょんちょんってやつです。これ要所要所に出てくるんですけども、一応ご説明しておきますと、こんな感じです。親指と人差し指で4弦と1弦をこうつまむような感じで、少しかすかにこう当てる感じです。握り込みすぎちゃうとこんな感じになっちゃうんです。どうするかというと、親指の角度はこのままだとこういうふうに強く弾いてしまうので、僕はですね、この黒いところありますよね、ネックの黒いところ、ここの黒いライン、ちょっと色変わってると思いますけども、ここら辺です。ここら辺に親指当てて、でこっち方向にピッピッって弾きます。これ今この角度だと4弦当たんないんですけど、ちょっと下にします。少し当たりました。この角度で調整します。で下の人差し指も爪とかね両方当たんないようにしてもらって、ここにまずくっつけてからピンピンって弾く感じです。こうすると4弦と3弦くっつけてピッ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 、こんな感じです。他の弦とか当たりすぎちゃうととかなりやすいですけども、
ね、鳴っちゃったりしますけども、こうこんな感じですね。最後人差し指とくっつくようなイメージでこう、これをかすかに鳴らせます、鳴らします。もうこれ以上ね、音ちっちゃくならないだろうぐらいの音量です。はい、ここ大きくなっちゃうとなんかね、エモーショナルじゃなくなっちゃう感じがしますよね。こんな感じ、はい、なっちゃうので、なるべくゆっくり優しくゆっくりとトロロン、ゆっくり下ろしてください。はい、左手もちろんね、しっかり押さえなきゃいけないんですけども、はい、で1弦開放弦また弾いてもらったら、次3小節目 B7 のところになります。4弦から2320、はい、ここ苦しめられた方いらっしゃると思いますけども、解決策教えますと、4弦を無視するというね、方向です。これは OK なんです。異弦同音といって、まあ1弦と同じ音鳴ってるんで、もう無視しちゃいましょうという、ことなんですよね、さっきの2220も4弦と1弦、これ同じ音なんで、まあいっかみたいな感じです。でここの B7 も2320、これも本当はこうね、制覇してこう、さらにこうなんかね、制覇してこう手前に引いて1弦引くみたいな、なんか激ムズな感じに、ね、なっちゃってますけども、4弦2320、最初の和音の音の4弦と1弦は同じ音ですから、これ無視しますね。4弦の方を省略します、弾きません。なので、まあ弾かないので開放弦も弾いちゃダメなんですけども、となると3弦2弦1弦で320になりますね。はい、これだけで OK です。3弦3フレットは中指、2弦の2フレットは人差し指、1弦開放弦です。じゃららーんと弾いてもらったら、次1弦の2フレットは人差し指をペタッてこう寝かせてください。ただ2弦は押さえたまま、はい、でこの時点一瞬223になりますね。人差し指で1弦と2弦の2フレット、中指が3弦の3フレット、押さえっぱなしです。はい、で次、2弦のね32になります。これこのままさっきね、今の223押さえたまま薬指で2弦の3フレット押さえます。ちょっとギュッと入れてもらって、でまた薬指離すと人差し指で2弦の2フレット押さえてますから、こんな感じになります。で次3、4、まあ4弦開放弦は弾いちゃってもいいですけども、はい、これはですね、あえてなんですけども、2弦の3フレットは中指です。で3弦の4フレットは薬指、1弦は開放弦ですね。ね、中指と薬指ずっと押さえっぱなしにしてください。これ Em のね形になってるんで、 Em の範囲はずっとこの和音の音伸ばしたままにしてください。で薬指を押さえたまま、次2弦の3フレット人差し指、2弦の2フレットですね、人差し指で、また中指3フレットに戻してですね、はい、人差し指が2弦の2フレットで、また、中指が2弦の3フレット、薬指の、3弦4フレットは押さえっぱなしです。で1三角弧に行って、4三2弦開放弦弾いたら、次1弦2フレットだけ押さえて、で、まあ、人差し指と中指で2020、4弦2フレットと2弦2フレット、人差し指と中指ですね、はい、1弦と3弦開放弦で、また人差し指3弦の2フレットから入ってまた A に戻りますね、ですね、まあここでもいいしっていう感じになります。ここの今の4小節ね、まあもうメインですよね、ここはね、1回やってみますね。こんな感じです。
これ2回目なんですけども、2回目の時はこの3小節目の340弦から言うと043ですね、ここありました。最後の3フレットの音を先ほどは糸の中で開放弦でしたけども、今度は24括弧に行きたいんですね。なので043から2、人差し指の2弦2フレットになりました。そしたら人差し指をずらして、2弦の3フレットにしてください。先ほどと、13括弧に行く時の指使いと24括弧に行く時の指使い、この、リハーサルマーク A の3小節目ですね、最後の3フレットの音、ここが、変わります。23、人差し指上がったら次24括弧行って7300、小指が1弦3フレットに追加されるんですね。じゃないと人差し指上に上がらないと小指が7フレット多分届かないと思うんで、人差し指押さえっぱなしにしたまま小指追加して、じゃら、4弦3弦開放弦で2弦は、3フレット人差し指で、小指が7フレットになります。はい、ここもね、この後ポンポン、このままアルペジオになりますけども、チョンチョンチョンってこう入ってもいいですね。ここははい、そしたら人差し指だけ移動です。3フレットなのが次グッとちょっと広げてもらって2フレット、ここもゆっくり下ろしてください。で次は小指が下がって1弦の5フレット、人差し指は変わらず、ここもゆっくり心を込めて、辛いけど頑張って、こんな感じです。はい、で次、4222、2フレット人差し指でベタッとバレーしてください。親指ちょっと下の方がいいですね、こう上よりかちょっと下、人差し指前にガッと出してもらって、人差し指ここまっすぐです、まっすぐこういう風にならずにまっすぐしてください。で薬指で4弦の4フレット、はい、で小指頑張ってください。この244の Bm ですね、 Bm のコードを押さえたまま小指を1弦5フレットにします。最初これが結構きついパワーいるんですよね、ここら辺疲れてきたりするし、小指が動きにくかったりなんかするんですけども、ちょっと練習して頑張ってみてください。はい、そうですね、まあ薬指なしで人差し指1本でも2222ですね、人差し指1本で、で小指追加、まあこれもまあ悪くはないと思いますけども、うん、はい、やってください。小指追加したら次2020、これはねもう中指と薬指で、3弦2フレット中指で、1弦2フレット薬指とかでもいいですし、まあ人差し指と中指でもどちらでも OK です。ゆっくり下ろして4弦開放弦だと、まあ、余ってる指とかちょっと1本ずらしてもいいです。中指で2フレット、2弦2フレットですね。でまた000で D のコード220で、また A に戻ります。ここ4回繰り返すんですよね。1、3回目と2、4回目がちょっと終わり方が違うだけで、結構、4回いきなり繰り返していく感じになりますね。はい、なので、まあ、ちょっと一回しだけやってみるとこういう感じです。また戻ります。でこれね、最後だけ
伸ばした後、次リハーサルマークしに、ね、入っていきます。はい、今日はここまでにしましょうか。リハーサルマーク A、ご説明しました。1、3括弧と2、4括弧あって、4回目ですね。4回目の時は4括弧の方にね、進んでいって、3段目にですね、1小節目、2コーダ1があるんです。ここから、コーダ飛んでもらって、すぐね、隣の小節にコーダがありますから、隣か、コーダがあって、0000220弾いたら次にようやくリハーサルマークシーンに入ると、はい、こういう流れになってます。ではちょっとね、ハンマリングとかバレエとかね、ちょっと難しいですね。ゆっくり丁寧に弾くというのがポイントなので、でリズム通りじゃなくてもいいと思うんですよね。ちょっとこうみたいな、はい、感じで溜めてもいいと思います。その溜めをうまく利用して、その隙にコードチェンジしてうまく聞かすとかもね、ありますので、次回以降でそこら辺もご説明していきたいと思います。では次回リハーサルマーク C からですね、はい、頑張っていきましょう。すごいね、素敵な曲ですからね、はい、もしよろしければ、チャンネル登録、そして、いいねボタン、下ね、押していただけるとすごく嬉しいです。ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあまた次回お会いしましょう。頑張ってください。